ヤベオウツノジカは、30万年前から1万2千年前頃の日本列島に生息していた大型の鹿である。ヤベオウツノシカとも記される。日本語名が同じ、オウツノジカを関するものの、ギガンテウスオウツノジカとは別属別種とされる。肩高一、8メートル、体長2.6メートルに達した大型の鹿である。鹿赤カカの中で一グループをなすオツノジカ族は、 頭の上に一体の大きな角を発達させており、角の違いが外観上最も目立つ特徴とされる。俗名は中国、巨大なイラズノを意味する。同族の別種が中国大陸から発見されている。矢部を打つの自家の角は、頭骨に付着する根本のすぐ近くで前後に分岐する。後ろに分岐した骨は、中上に長く後方外側に伸びてから、 手のひらの形に平らに広がる。前方に分岐する骨は、これと90度の角度で髪型に伸びてから、やはり手のひらの形に広がる。下学骨の厚みは中程度である。中国産の同族 S サンガネンシスと S フレーピラートスモニタ特徴の角を持つが、後方外側に伸びる、主幹中上部の方向が異なる。すなわち、矢部を打つの自家の場合には外側への傾きが弱く、 体になる左右2本の主幹中上部が作る角度が70度以下であるのに対し他の2種は外側に張り出す傾向が強く左右がなす角度は90度を超える他、化学骨頂と下あご枝の高さ、九種の大きさと熾列頂が同族の他種より大きいといった特徴も持つ発見された化石の分布から日本列島のうちで北海道から九州までに分布していたと 考えられている。大陸にはいない日本固有種でナウマンゾウともに高新世の日本の代表的大型哺乳類であった。本州では多数見つかっているのに対し、北海道での発見はユニ町から出た角と中類村で出土した歯と数少ない。北海道へは本州から渡っていったと考えられ、その時期は約30万年前、または 約12万年前とする説がある。同じ時代に、サハリンから北海道、東日本から中部日本へと南下したヘラジカと異なり、ヤベオツのジカは、温帯系の動物であった。最も新しい時代の化石は、縄文時代早々期であり、広島県小原市東上町の大尺橋、マダラ遺跡で見つかった約1万2千年前のものや、愛媛県西予市の東上郡、 穴上道遺跡からの発掘が該当する。後期旧石器時代の人々は、ナウマンゾウや花泉森牛と共に、ヤベオウツの地下を狩猟の対象にしていた。日本における更新予報乳類化石の大量出土地としては、長野県にある野地利湖の率が B 遺と岩手県にある花泉遺跡があり、どちらも人間の狩猟、解体によって残されたと考えられている。野地利湖では、 ナウマン像が花泉では花泉森牛がそれぞれ最多で、矢部大津のノ家はどちらの一石でも二番目に多い種であった。江戸時代後期に現在の群馬県富岡市場黒岩で掘り出され、地元の蛇宮神社に保管されていた骨が大津のノ家の角であると判明したのは20世紀後半に入ってからである。それより前の1938年に鹿間時代が 現在の栃木県佐野市の石灰採石場から出た角と骨から鹿族の新種として矢部大津の自家を報告した。その後、分類上の位置づけや他の個体との移動について小説あったが、近年は日本産の大津の自家の大多数がシノメガセロズ族の矢部大津の自家と認められている。ありがとうございます。